ジョージ・コリアス、1977年8月30日隊は、ギリシャのヘビメタルミュージシャン、音楽教師としても活動している。特に、アメリカのテクニカルデスメタルバンド、ナイルのドラマーとして著名。コリアスは、ナイルのアルバムに参加したことのある4人のドラマーの中で、初めてアルバム2枚以上で全曲を演奏したドラマーである。コリアスは、セイビアンとエバンス、 ビッグファーストエンドウズ契約している。加えて、アテネの現代音楽学校で、ドラムの講師としても活動している。コリアスの参加していた、エクストリミティ・オブセッションのギタリスト、イラクリス・コリアスは、ジョージの兄弟である、ギリシャ中部、コリントスの出身。コリアスの10回によれば、ドラムセットの演奏を始めたのは12歳の頃で、セパルプラや、 スレイヤーのようなお気に入りのバンドのカバーを行っていた。1999年頃からギリシャのドラマーでコリアスに大きな影響を与えたヤニス・スタブロポーロスとドラムスコーとして活動を開始している。コリアスは最初の頃、リチャード・クリスティ、ポール・ボスタフ、ピート・サンドバル、デーブ・ロンバード、イゴール・カバレラ、ジーン・ホグラン、ラーズ・ウルリヒから影響を受けていた。そして後に、 彼らとは大きく異なるスタイルのドラマー、ビニー・カルータやデイブ・ウェックル、ジョーイ・ジョーディソン、スティーブ・ガット、トーマス・ラング、マイク・マンジーニからも影響を受けるようになった。コリアスは最初シッケニング・ホラーというデスメタルバンドで活動していた。後にギリシャのメロディックデスメタルバンドナイト・ホールで活動していた。2005年にアメリカのテクニカルデスメタルバンドナイルに加入した。 これと同時にナイトホールを脱退している。2008年7月にはコリアスの名義でドラムの強速 DVD インテンスメタルドラミングをハドソンリミテッドからリリースしている。2012年には続編のインテンスメタルドラミング2がリリースされた。ありがとうございます。